皆さんこんにちは、こんばんゆうこれです。今日はねラミリスリーダーで使っていくんですけども、この前ですねミルコをフレンドとサブで使いまして、ミルコループとラミリスを合わせてね運用したと思うんですが、今回はですねこのラミリスをちょっとね変わったキャラと合わせて運用していこうと思います。でもう今回もテンスラコラボキャラ多めで使っていくんですが、今日使うねメインのキャラクター2人います。まずは1人目白狼ですね。こいつ書いてること強すぎやろ。これバインドスキビオン封印指回復 L10 強5つボイスに超規制10強持ってます。10強5つの3125倍に加えてスキブ潜在つけれるし回復 L10 も持ってくれてると。何より強いのがスキルで消す内覚醒無効全回復2ターン属性吸収無効上限70億が5ターンで使えます。意味がわかりません。普通にこれやりすぎです。5ターンで消す内覚醒無効だけでも偉いのに2ターン属性吸収あってさらに上限70億で火力も出せて、しかも7ロクマスリーダー、マジ完璧なキャラですね。1体目のメインが白狼です。で、まあ、当然ラミレスリダチェン運用できますので、今回白狼リーダーのリダチェンで使っていけると。もうめちゃくちゃ相性いいですね。さらに今回もう1体ヒナタですね。こちらもね、実装前に強化入りましてスキブプラスにね、毒目覚め非軽減と。スキルが上 15% グラビティですね。 HP15% 分のグラビティに7ターン自分の攻撃力が2倍、上限70億ロック解除に盤面7食人が使えます。で、日向に関しても実装前弱いって言われてましたけども、実装前日に上限70億解放がつきまして、まあさすがに上限解放ついたら火力もかなり出せるようになったので、まあかなり強くなったかなとは思います。なんで日向もね火力枠で使っていくのと、あとはグラビティで使っていきます。はい、という感じの編成です。まあ今日は実際にね、こちらの編成使っていきましょう。編成紹介していきます。白狼です。10強スキブ非軽減にガチャダラ武器継承で、カナダラミリスインのカゴ無股間非軽減にこちらガチャダラ継承です。インのカゴもなくてもいいけどね。はい、で日向です。スキブ毒目覚め非軽減プラスにこちら、ペーネロペー武器継承で、ワルリン ワルリン熟成無股間非軽減にこちら桜幹継承です。ワルリンもやっぱ変わらずバカ強いですねこれ。でスーリアアシスト無効非軽減プラスにこちら光リーチですね、正月リーチ武器継承で、ラストイライザです。無効感非軽減にこちらファガン継承です。イライザなんて多分みんなさもう見たことないぐらい久々に使うと思うんだけども、まあ、16ターン変身でバインド封印暗闇捜索指2つ10球つ冬で火力出せますと。スキルが落ち込んだしランダムドロリフに5ターン上限99億指2倍が3ターンで使えるんですよ。でイライザってこれ上限99億で火力もまあ最低限出せますし、あとは指延長ループができるので、これがラミリスのルーレットと相性いいっていう感じですね。リーダースキルは光2コンボで攻撃18倍、3コンボか3コと1ダメージに80% 軽減、ドロップ消すたびに攻撃力 1.2 倍と。まあラミリスと相性すごいいいキャラなんでね、今日はイライザラミリスで新百式使っていこうと思います。遊んでいきましょう。さあ1階層からやっていきましょう。まずはイライザチャンネルしていきます。はい、スーリアチャンネルしてあげてガチャドラ変身チャンネルしていきます。でペーネロペー変身チャンネルしてあげて桜ミク武器使いましょう。でイライザスキル発動していきます。ドロリフからの5ターン上限99億指が2倍です。はい、でまあこれで殴っていきます。はい、まあ一旦こんな感じでまずスキルチャージ発動してあげてダメージ無効あるのでこれで耐久しつつラミレスリーダーチェンジしていきましょう。そしたらこのまま光の2コンボ組みつつ殴っていきます。はい、高速ルーレットむずいな普通に。よいしょ、えい、指何秒わからん。指は長いです。30秒ぐらいあるねこれ確定で。30秒ですね。で光の全体攻撃含みながら光2コンボ組んであげて、3210倍です。ああ光さん、ああ6万倍、いや違うもっとだわ、いや嘘だ、6656倍でしっかりワンパンしていきましょう。さあ突破です。まだラミリス使ってないんでね、ラミリス使ってからが本番だから高速ルーレット使いづらいんだよな、ラミリスの方が強い。で2階層です。世界最強白狼チャンネルしていきます。白狼本当にやってることやばすぎです。これ消す内覚醒無効全回復からの2ターン属性吸収無効使っていきます。はい、アシスト無効はスーリアなんで、まあ水の L2 セット組んでいきましょう。こういうこと、水の L 字にセット組んであげてアシスト無効しながら削っていきます。イライザは光2コンボ組むのだけだるいですけど、まあ、それ以外は強いですね。 80% 軽減にね3コンボ加算があって
固定1ダメージあって、攻撃18倍に、消しサビ 1.2 倍だからね。まあさすがに優秀ですね。はい。で、ここももう一発殴って倒していきましょう。いきます。桜ミクが消えたらね、あのパズルもめっちゃ楽になるので、破食パーティーと桜ミクの相性壊滅的に悪いっすね。やっぱ高速ルーレットって難しいな、なんか。久々使ったけど、なんか、引き抜いてパズルしてるときに使うとだるいわ。やっぱラミリスの方が強いっすね、桜ミクよりも。うん、なんでこれでまあ適当にまず殴ってあげて、ツーパンして倒してあげて、ラミリス使いましょう。突破していきます。さあ続きまして3階層です。トゲあるんで、ここから海峡下仕組んでいきましょう。全然平積みでも強いんですけど、海峡下仕組んだらスーリア無双始まるんで、まず一瞬で回復できます。さあということで、ラミリスの最強スキル使います。じゃあスーリア使って殴っていきましょう。スーリア使ってあげて、あとは海峡下仕組みながら倒していきます。ちゃんとパズルかも。光にコンボ組んであげて、海峡下仕組みながらの全力コンボです。17コンボからの20コンボ。さあこれでもうしっかりとラミリスの火力、そしてイライザの火力、サブの火力も含みながらワンパンです。はい、これはそうですね、やっぱワルリンの火力も出せますし、ラミリスも108億くらい出せて、イライザの火力も乗るので、まあ、普通に火力出せますね。はい、でここはワルリン使いましょう。ラミリス使います。で一発だけ耐久してあげて、こんな感じで一発だけ耐久します。ラミリス使った次のターンで突破したいんで、1ターン耐久します。はい、ちょ、あーもうこの落ち込み来たら無理だ。いや完璧、100点100点です。でこのまま突破していきましょう。そう、あのね、絶対にラミリスを使ったターンに突破はしてほしくなくて、ラミリスを使った次のターンに突破できると完璧です。はい、パズル下手すぎるんでちゃんと考えてくも。これで海峡下仕含みながら2パンしていきます。ラミリス、イライザー、そしてワルリンですね、が無効感染剤持ってますので、この火力しっかり利用しながら110万 HP 回復突破です。はい、さあ続きまして5階層です。ここは白露を使いましょう。ワンパンしていきます。白露マジ仕事量バグだなこいつ。これで覚醒無効回復してしっかり殴っていきましょう。白露またこのすぐこの直後に仕事ありますからね。さすが白露優秀すぎる、あまりにも。はい、これで無効貫通センターの力発動しながら殴っていきます。でこれで20コンボか。もうこれでしっかりと破壊ワンパンでストッパー。さあ続きまして6階層です。ここはひなた使ってワンパンしていきます。白露継続でワンパンしていきましょう。まずひなた使います。はい、からのイライザも使ってあげて、ラミリス使います。はい、これでルーレットも上書きしてあげて、光2コンボ含みながらワンパンしていきます。でしかも白露の属性吸収無効がなんとまだ残ってますので、これを利用することでワンパンができます。はい、マジで白露天才チャンネルなんだけど。白露の属性吸収無効継続からの日向の上限解放、ラミリスとイライザの上限解放も含んであげて、これでしっかりワンパンしていきましょう。さすがに強いな。白露も上限解放あるのか。そっか、今の瞬間火力が、今の瞬間火力多分どんぐらい、660億とか出てる、700億弱出てるんで、まあさすがに強いですね。バセドワンパンチャンネルです。ワンパンで倒していきましょう。待って、ルレ上書きされた、うざすぎこの鳥。指はめちゃくちゃ長いんで落ち着いて組みます。でも何回も言うけどトゲは完全無視。これでいいか。はい、これでしっかりと全体攻撃含みながら19コンボ組んでいきます。まあワンパンはできるんじゃない、言うてもできると思う。ナイスワンパン、強い、めちゃくちゃ強いな。
さあ、8階層です。8階層は回復エルジ含みつつ半分まで削っていきましょう。絶対回復エル必須なんで必ず回復エル組みながら殴っていきます。いきます。よし、これで殴っていきましょう。回復エレジ含みながら6色含んであげて、光にコンボも組んであげて2600倍です。でからの回復エレジ含みながら半分まで削っていきます。ひなたの上限解放偉すぎるんだけど、あまりにもこれあまりにも偉すぎるな。でしっかり耐久からの突破していきます。ラミリス使いましょう。いきます。まあこれで無効感含みながら全力コンボですね。はい、これで回復音消し含みつつ全力で無効感殴りで倒していきます。イライド次使おうね。21コンボ22コンボです。さあ、このまましっかりとスーパン仕切っていきます。ナイスカルク。さあ、続きましてラストボス階層です。マジ強いな、このてかさ、白狼とひなたさ、やっぱやれるね。てか特に白狼はスキル強すぎで、ひなたに関してはこの後仕事あるんで安心してください。この後です。はい、そしたらイライザまず使いましょう。でこのまま殴っていきます。はい、いきます。おじゃまはちょっとうざいんですけど、ルーレット活かせるし指が30秒あるので、落ち着いて火力に変えていきます。はい、こういう感じですかね。これで光の2コンボ含みながら、まずはシールド300億割っていきます。ちなみにちょうどループするのすごいな、この編成。はい、これでまずは上限解放の火力で殴り、そしたらもう一発殴っていきましょう。バルリンはもちろんまだ使えません。指30秒の力が強すぎる、マジで。指30秒天国やな、いくらでも組める。さあ、これで6色組んであげてシールド破壊していきます。21コンボで22234コンボでしっかりともう一発殴りです。そしたらもうこれでシールド割れたんで、こっからは全力殴りで削っていきます。まず初手白狼使いましょう。白狼使ってあげてラミリス使ってあげて、でからの全力攻撃で殴っていきます。ワルリンはまあ次つ、いや、ワルリンここで使おうか。いや、次使うわ。ここで使います。どっちでもいいんだよな、多分。いきましょう。絶対光にコンボだけ忘れずに、ちゃんとね、これで削っていきます。ゆっくりパズルですけど、まあ、確実にミスないように組んでいけばいいんで。はい、これで光2コンボ含みながらの6色全力組んであげて、ワルリンの上限解放も含みながらしっかり殴っていきます。21コンボ22。さあ、これでゴリゴリにまずは一発削りで、みんな見てて、マジ見てて、見てていいから。はい、そしたらここでイライザ使ってあげて、でひなた使います。はい、これで15% グラビティなんですけど、ひなたのグラビティがめちゃくちゃ偉いんすよ。これで倒していきます。どういうことかっていうと、本来だったら実はここ2パンできないんですよ。だから7ターン突破になるんですけど、ひなたのこの15%グラビティの何が偉いかっていうと、ひなたのグラビティを利用することで、よいしょ、ちょっと見せたくないからちゃんとね組んであげて、ひなたのグラビティを利用することで無理やり2パンができるんですよね。そう、本体がね。これでひなたで 15% 分のダメージ削ってあげることで、このまま2パンで倒していくことができるという感じの編成でした。これマジ
強いな。てかラミリスがね、やっぱね、他色の中でもちょっと頭一個抜けてさすがに強すぎますね。で、さらに今回採用したね、ヒナタに関しては火力アクとして使える、かつグラビティとしてね、今みたいな使い方ができますし、あとはね、白狼に関してはもう間違いなくぶっ壊れで、もう決戦覚醒向こう2ターン属性吸収とすごい優秀なんで、まあぜひね、この編成組める人は、イライザ相方もすごい面白いんでね、よかったら使ってみてください。じゃあ今回の動画終わりになります。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。